小学校教師のためのマルヒトラブルシューティング第1回宿題しない子このスライドは日々子どもたちのために忙しく働き心身に負担を感じている小学校教師の皆さんのために作りましたぜひ悩み解決にお役立てください内容は 現場の教師のケーススタディをもとに作られています。これからいくつかのケースのトラブルシューティングの方法をご紹介します。その方法は今までとは全く違った方法です。まずは騙されたと思って試してみてくださいね。30歳の男性教師からの相談です。教師歴7年。 クラスに宿題しないい子がいる何度言っても宿題を忘れてくる。教師の私としては放っておくわけにもいかず、宿題をやらせるが、その子を監視したり、ちゃんとやったかの確認をしたりで時間が取られる。いつもこの繰り返しでほとほと疲れる。その子の親は、その子の自主性に任せていると言って、家では子供を放任している。それで結局、宿題をやってこない。 今まではこんな悩みはどうにもできませんでしたただ1年間その子が進級して担当で亡くなるまで待たなければいけませんでしたでも1年間我慢するのもとても疲れますよね生徒はこの子一人ではないし問題は他にもあるだからできることなら少しでも早く解決したいというのがあなたの本音とはいえ 早く解決すると言ったって親にもっと厳しく注意するとかその子をもっと指導するとか宿題してこなくても無視するとかそしたらまた別の問題になる結局どれも手間がかかります先輩教師に相談してもいや仕方がありませんよいろんな親がいますからね親にも事情があるのだろうし 長年教師をやっていればこんなこともありますよ」と言われて「諦めていませんか?」1年待ったとしても次のクラスではまた別の問題がそんなことをして結局ずっといつも問題を持ったまま時間が過ぎてしまうもうそんな状態から抜け出したい諦めるのではなく本当の解決法はないのでしょうか根本的な解決法は これからお教えするのは今までになかった全く新しい方法です。とても簡単な方法で自分一人でできます。親や生徒に何か言う必要もする必要もないのです。上司を動かす必要もありません。完全にあなた一人でできる方法です。でもどうやって本当に解決できる方法とは 人は鏡という言葉を聞いたことはありませんかそれを正しく言うと人は自分の深層意識の鏡という意味です深層意識とはいわゆる潜在意識のことです私たちは自分の深層意識を普通は全く知りません人は鏡で人は自分の深層意識の鏡だとしたら 自分の周りに存在する人は自分の深層意識が鏡に映ったものということになります私たちが出会う人は自分の深層意識の中にあるものに一致していますあなたのクラスに宿題をやってこない子がいてあなたが困っている場合次のように考えます人は自分の深層意識の鏡ということは 目の前にいるこの子は自分の深層意識が映ってるよくわからないあなたは理屈を深く理解する必要はありません。ただやってみればいいのです。これは深層意識と周りの関係を利用したとても簡単なトラブルシューティングの方法なのです。それをやってみて解決できたら閉めたもの。 お金も時間もかからない本当に便利な方法です。やり方の手順は2つのステップがあります。ステップ1まずその子に言いたいことをストレートに書き文章を作ります。ステップ2それを自分の真相意識に伝えます。やるのはこれだけです。これは脳の仕組みを利用した方法です。理屈を知るには 時間がかかります繰り返しますが理屈はどうあれこれは驚くほど効果がありますからまず利用しましょうステップ1では早速この子に言いたいことをストレートに書き文章を作りましょうこの文章は修正文と言います作り方のコツは喧嘩しているように言ってみることです 相手が子供ということは今は忘れてください。本当に相手に言うことはないので遠慮なく書きましょう。何やっているんだちゃんと言われたことをやってこい。自分で宿題をしないと授業についていけないぞ。好きなことばかりしていないでちゃんとやるべきことをしろ。じゃないと立派な大人になれないぞ。自分がやらないことで人に迷惑をかけるな。そんなことじゃ みんなに嫌われるぞもしちゃんと宿題を自分でしたら能力が高まるぞ勉強が分かって授業が面白くなるぞそしたら立派な大人になれて人生が面白いぞ人と協力できて仲間ができるぞ「頑張れお前は大切な子なんだから」。ステップ1終わり ステップ2それを自分の深層意識に伝えます人は深層意識の鏡でした相手に伝えるのではなく自分の深層意識にこのことを伝えると相手が変化するのですしかしただこの文章を読んでも自分の深層意識には伝わりません深層意識に伝える方法それは 6歳の自分をイメージするという方法です深層意識は幼いときに使っていた脳ですですから現在の自分が自分の深層意識に何かを伝えたいときには6歳の自分をイメージすると良いのですつまりステップ1で作った文章を目を閉じて6歳の自分をイメージしてその子に聞かせるように読みます 文章を覚えるのは難しいので、録音して聞くといいですね。これを毎晩寝る前にやります。15分くらい繰り返して聞くと、早く効果が出ます。こんな簡単な方法ですが、効果は抜群です。絶対にやってみてくださいね。早ければ1週間以内に効果が現れるでしょう。真剣にやれば、遅くとも1ヶ月で変化が見えるはずです。 ステップ2終わりあなたは小学校の教師です。それは子どもたちの脳を発達させるという役目を持っている人です。それがどのように発達するかでその子の人生が決まりますし日本の運命も決まります。それほど重要な仕事なのです。その仕事を選んだあなた自身が 悩みばかりにとらわれて心安らかに暮らせないとしたらとても残念です。ですからぜひこの方法を取り入れて早く楽になってください。ご視聴ありがとうございました。引き続き他の動画をお楽しみください。